Hablamos con una madre que vive en la ciudad de Fukushima. Después del terremoto, ella evacuó temporalmente al oeste de Japón junto a sus dos hijos. Actualmente ha regresado a vivir en Fukushima. 2011年3月頃は、2歳の子供がいて、で、あと中に赤ちゃんがいて、8ヶ月だったんですけど、家も建てたばっかりで、で、あの年の1月ぐらいにこう家にちょうど入居できて、で、あのそこからもね、カーテンを用意したり、いろいろ家具を用意して、あのやっと人が呼べる状態になった頃で震災にあったんですね。 15日の一番線量が高い日に、夕方、車で、避難と新潟の方にしました。妊婦検診でどうしても定期的にもう行かなきゃなんない時期だったんで、その度に戻っては、また、ちょっと1週間ぐらい福島にいたんですけど、やっぱりもうその頃は結構情報もバンバン入ってきてたんで、いやもう痛くない、気持ち悪いというのがあって、またその新潟に行ってみたりを繰り返して、 で、6月の頭に、無事息子を出産したんですけど、その喜びに浸る暇もなく、もう次どこに避難しようってことばっかりを考えて、産んでまだ1ヶ月ぐらいで、もう西日本の方に引っ越しをしたんですが、その間に、まだその本当に生まれたばかりであんまり動かしちゃいけないのに、もう無理やり連れてその下見に行ったりとかもしましたし、それでももう早く安全なところに行きたいと思って、 それで行った先は、全く知り合いも親戚もいないし、友達もいない場所で、ただ受け入れが体制がすごく良かったので、そこに決めたんですけど、ものすごい古い住宅で、国家公園宿舎のもう閉鎖する場所を無理やりこじ開けてくれて、使える部屋だけを最低限の補修して、提供してくださったんですけど、水道から出る水も本当に茶色いし、もう、天井なんかも剥がれ、ちょっと半分剥がれてるような感じで、 だったんですけど、もう本当に放射能がないだけいいと、もうちょっとその時の精神状態からすると、それが本当に救いで、とりあえずそこに3人で住み始めたんですけど、本当に知り合いが全く、いないのでね、朝起きても夜になっても誰も訪ねても来ないし、本当にアウェイ感が強くて、私たち3人だけの世界みたいな感じでしたね、来る日も来る日も。 Mientras se fue acoplando a la vida en este lugar, muchos otros evacuados del este de Japón empezaron a llegar. 100世帯ぐらいになったんですね。一番多い時で。ほとんどが母子で、福島からがもちろん一番多いんですけど、やっぱり東京の方もいたし、千葉とか、あと宮城、茨城とか。そんなんで、なんとかそのコミュニティができてきて、それだけが救いだったんですけど、 1年3ヶ月ぐらい主人とも離れてたんですけども、やっぱりもうまだ帰れないよねっていう感じで、主人がその仕事も辞めて、家の方ももう早々に売ることにして来てくれました。ただやっぱり主人の仕事も全く違う土地の場所で一から始めたので、すごく大変で、勤めた先の社長がすごいパワハラ的な人で、 福島の話をちょっとネタにして、バカにするようなこともあったりして、ちょっと信じられないような人もいて、何回かも仕事結局3、4回ぐらい変えることになってしまって、安定もしないし、お金もどんどんどんなくなっていくし、もうちょっと変えることにしようかっていうふうにだんだんなってきて、それもすごい毎日毎日迷って悩んで悩んで、やっぱりその避難先が永住する場所にどうしても思えなかったっていうのもあるし、 Los niños se acoplaron a la vida en el lugar donde evacuó. Sin embargo, también nos comenta sobre los comentarios que recibió sobre los apoyos del jardín de niños. ただやっぱり幼稚園なんかでは、ちょっと待遇が良かったっていうか、何かが無料になるものがあったり、免除されることがあって、 やっぱりちょっと地元のお母さんからすると、なんでっていう声が上がって、でも私たちは言われたくないので、払いますと。でも、園長先生が、そんなのおかしいです、これは、うちの市の方から言われてることなので、全然そんな必要はないと言い切ってくださったりもしたんですけど、もうね、私たちからしたら、そんなこと言われるんだったら、本当払うよって感じだったんですけどね。
no tuvo otra opción más que regresar a Fukushima, dejando atrás el lugar al que evacuó. 放射能はある毎日だけども、やっぱりその自分の故郷で生きていくっていう安心感が、まあね、あっちにはゼロだったので、だからあっちでその感じていた心の不安定さとか、その体のストレス、不調がすごいあったんですよ、毎日毎日も。家もちょっと、家の作りもあれだったので、そういうのからしたら、それからはだいぶもう本当に解放されて、そのやっぱり避難してる時はもう自分があまりにも辛すぎて、もう私の中で一番辛い人なんじゃないかってこう思ってしまうぐらい本当に辛いことしかなかったんですけど、何が良かったんだろうと思っちゃうんですけど、やっぱり戻ってきて、その本当に避難できなかったお母さんたちのこと声を聞いた時に、いやそれは私のあれは間違っていたと思って、まあ、どっちって言えないにしても、もしかしたら避難できなかったお母さんたちの方がより辛い思いをしたんじゃないかと思うぐらい切実な声を聞くことになりました、うん、自分を責めているし、全くそんな、ね、誰も悪くないはないのに、そので避難できた人はいいよねとかっていう言葉も聞いたことあるんですけど、別にできたっていうわけじゃなくて、私は避難を選択したっていうだけのことなんですけど、本当にどうあがいても避難できなかった方もやっぱいるんですね。家族の、体が悪かったりとか、仕事を辞めれなかったとかで、今まで培ってきた生活を、仕事を、コミュニティを全部こう捨てるってことになってしまうんで、こんなことできる人って多分一人も本当はいないはずなんですね。けどその誰も行けなかったことを責めるあればない、本当にそんな資格はなくて、私の話したことを聞いて、もう避難したお母さんが本当に羨ましくて仕方なくて自分を責め続けてきたけど、避難も本当に大変だったんですねって言われた時に、なんか私の中でこう少しこうストンと落ちたというか、その方の気持ちも本当に今言ってもらった同じように返してあげたいっていう感じだった。どっちにしても受けた被害は一緒で、被害者同士なので、それからの行動のことを責めたり言うんじゃなくって、本当に認め合っていきたいなと思いました。福島のお母さんってあんまり話せないとかって言われちゃうんだけど、話さなくてもなんかもう分かり合ってるというか、もう起きたことがもう すごかったので、みんな気持ちは多分一緒なんですよね。あの時感じたこと、今も感じてることって結構 大概一緒だと思うんで、なんか話す必要もない、わざわざ言葉出して、私はそう思っていて、話せないっていうのもありますよ、確かに話せないっていうのはあるんですけど、話す必要もなくて、もう主語がなくてももう分かり合ってるっていうふうに私は捉えてます。El niño del que estaba embarazada cuando ocurrió el desastre no sabe nada sobre la planta nuclear. Esta madre dice que ha decidido enseñarle poco a poco sobre el desastre. なんで私たちここにいるかわかるとかって言ったり、少しずつ知識として教えているつもりですね。で、その子の年齢に合った言葉で、ただ意外と教えきれてなくて、知らないこともいっぱいあるんですけど、でも子供だししょうがないよなっていうか、そんな全部そんな数値のこととか難しい話はちょっと無理かなと思っているので、漠然とでもいいから、やっぱり避けて通れないので、もうこの先怖がらせすぎないでね、その希望、将来の希望をなくすようなことは言いたくないんで。 Comenta que solamente una vez en la escuela durante una visita de los padres hubo una clase sobre la radiación。授業参加を全部聞いて、まあ、まずまずだなと思ったというか、危険だよっていうこともちゃんと言ってくれて、子どもたち「怖い」なんていう口々に言ったりもした時間もあったんですけど、じゃあそれを危険じゃなくするために、今ほらみんなのお家でやってるよねっていう女性の話をして、それ1回限りだったんですよね。先生のあれによるのか、まず学校でっていうのはないので、これは本当にもう家庭にかかっちゃってるなと。Las madres a su alrededor dicen no saber mucho sobre el desastre nuclear o la contaminación por la radiación. 不要って言葉も知らない方もやっぱりいるので、
みんな心配なのはもちろんあると思うんですけど、ここで毎日暮らしているからにはそんなことを本当に考えたらノイローゼになっちゃうっていう感覚もわかるんで、空気とかはもう選べないから、せめて自分が選べるものって食べ物ですよね。それはやっぱり気をつけないとと思ってます。学校でも給食も食べてるし、まあ、測ってって出てないようなんですけど、放射能以外にも添加物だったりその農薬だったりリスクを上げるものを極力減らす努力はやっぱ震災前よりはしてる。La ley de Chernobyl, establecida después del desastre de la planta nuclear de Chernobyl, establece como zonas con derecho a evacuación aquellas áreas que tengan entre 1 a 5 milisieverts al año, protegiendo los derechos y la vida de aquellos que optaron por evacuar. Sin embargo, en Japón, solo se dio la instrucción de evacuación a aquellas áreas que alcanzaron los 20 milisieverts, designando a las otras áreas como de libre evacuación, sin brindar el apoyo suficiente.